早くも第2障害落下があります。初日のスピード&ハンディネス競技は1つの障害の落下がありまして41位でスタートいたしました。そして昨日のノーマル競技原点ゼロで第10位、ベルギーで生まれました15歳になります。さあ現在1つの障害の落下、そして最終のダブル障害 A から B 障害クリアしました。走行タイムが76秒1。